皆さんお久しぶりです。シチリア男爵でございます。ちょっとね、最近ずっと、旅行に行けてなくてね、動画も出せないまま2022年終わっちゃったんで、なんか動画出してえなということで、旅カテミンたる、私男爵がね、共通テスト地理を解いてみようという雑な企画を思い立ちまして、急遽環境を構築して今動画を撮っております。美少女化しております。イエイ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 。旅行好きなら地理ぐらい無勉強でも取れていいだろうという感じで始めてみたんですけども、解いてみますって言ってみたもののね、もう受験をしたのなんて20年ぐらい前の出来事ですか。いやもう全くのね、忘却の彼方ですよ。ましてその頃地理なんて選択してないですからね、どんな問題が出るのかも全然わからない状態で、事前準備もしてないので、本当にまっさらな状態でね、旅カテミンの基礎知識のみで、解いてみると、蓋を開けてみたら大爆死みたいなこともねあると思うんですけども、それはそれでね受けるんじゃないかなということで、やってみようかなと思います。時間とかはね、測ってやってもいいんですけど、もう僕多分この文章を読むだけでね1時間以上かかっちゃうと思うんでおじさんなんで、その辺はね、なあなあでやっていこうかなと思います。こちらがね、問題画面に出てるのは、河合塾さんの方が、公開している共通テストの、問題画面を使わせていただいております。回答はね、こっちのスプレッドシートの方に書いていこうかなと思います。はい、それでは早速やっていきます。まず第1問ですが、地理的技能とその活用及び日本の自然環境や自然災害に関する次の問い1から6に答えよ。1問目、メルカトル図法の問題ですね。メルカトル図法を用いて書いた地図である。1に関する事柄について述べた文として、適当でないものを1から4のうちから1つ選べと。メルカトル図法ですと。図の中で同じ大きさで表現されている A と B を比較すると、地図上の実際の面積は B の方が大きい。メルカトル図法は、表記上極に近づくほど広がる性質があるので、B の方が大きい。合ってますね。この図で、経線、緯線と経線を示すと、それらは直交する。これも正しいですね。この図の任意の地点間を結んだ直線は等角コースとなる。等角コースってのはどういうことかの言葉は初見ですが、メルカトル図法は、角度のみが合っているという地図なので、字面から言っておそらく、角が等しいコースということで、おそらく任意の地点を結んだ直線は等角コースで合ってるんじゃないかと思います。東京と地点 X の体験コース、最短距離かな、多分このグイッとしたコースかねは、地球上の実際の距離を比較するとEよりも長い、いや短いんですよね、これは。なので間違っているのは4。次の写真1は、後の図に中の地点 A から C のいずれかの上空から矢印方向を撮影したものである。図1、わー画質悪。後の文章は写真1と図2に関する事柄について述べたものである。写真1の撮影地点と文中の空欄 E に当てはまる語句との組み合わせとして最も適切なものを選べ。図2中には円形の大地を伴っていくつかの山頂部が確認できる。また図2の中央部の湿地が見られる場所は傾斜の緩やかな地形が広がっている。このような特徴から写真1と図2に示される地形は、選択肢が火山地形とカルスト地形。噴火口でしょうね、これは。なので火山地形で、この写真がどこから撮られているかというと、おそらくこの山が、
3つこう見えるところなので、B であろうということで B で火山のいくつ ?3 でしょうと。次、次の図3中の1から4は日本のいくつかの観測地点における気温の 年較差、非最大風速15メートル秒以上の年間日数、年間の日照時間、真夏日の年間日数のいずれかを示したものである、年間の日照時間に該当するものを図3中の1から4のうちから1つ選べ、まあ、おそらくですが日照時間はこっち側雪国のところがね冬全然日が照んないんで、日照時間が短いのが日本海側に集中するはずなんで、4かな、念のため確認をすると、1はこれなんだ、ちょっとわかんねえな、これはおそらく、風の強いところだな、エリモ岬とかねこの辺すっげえ風が強いんですよね。なんで2は風ですと。で3がこれは北が寒くて南が暑いから真夏日の日数かな。で考えると1がおそらく気温の 年高差年格差、まあ要は多分一番暑い日と寒い日の、気温差が大きいところみたいな感じじゃないかな。まあ内陸の方がそうで海沿いはそんなにないとか多分そんな感じなんじゃないですかね。まあいずれにせよ4が日照時間で間違いなかろうと思います。はい、次、次の図4は日本のある地域の地形を分類して示したものであり、図5は図4の地域で高潮による浸水が発生した場合の浸水継続時間を予測したものである。図4と5に関する事柄について述べた文として最も適当なものを後の1から4から1つ選べ、干拓地、干拓地どれだ、これか、干拓地では北部と南部で、浸水の様子が異なり、南部の方が浸水継続時間は長い、北部と南部で北部の方が3日以上のエリアが多いから浸水継続時間は長いから、これ間違いだね。干拓地と盛土地、埋め立て地の浸水継続時間を見ると、干拓地よりも盛土地、埋め立て地の方が長い、埋め立て地どこだ、これだな、埋め立て地の方が浸水継続時間は短そうですね。はい、まあそれはそうだよな。砂丘の西側に広がる荒廃湿地では浸水継続時間が3日以上となる範囲がその面積の半分以上を占める。砂丘の西側の荒廃湿地では3日、もうこれは半分以上占めそうですね、3日以上の範囲が。とりあえず3かな、4見てみましょう。大地と砂丘を比べると浸水継続時間が12時間以上3日未満である範囲は砂丘よりも大地の方で広いわけないような、大地の方が上なんだから、見てみますか、広くない、砂丘と大地で12時間以上3日未満、これかだよね。はい、ということで3でしょう。はい、次、
問5、図6は日本のある河川 S の流域の一部について陰影をつけて、陰影が全く見えねえな、地形の起伏を表現した図と、地形図を重ねて地点 T から、洪水に対する避難場所 J から L への避難経路を示したものである。また後の文章カからクは避難場所 J から L とそれらの避難経路についての特徴について述べたものである。 J から L とカからクの組み合わせとして適当なものを、後の1からめんどくせえな、地点 T から避難所へ向かう途中で崖崩れに遭遇する危険性が最も高いなんて、これから分かるのか。等高線があって、その等高線を、あ、ここ川が流れてるのか。だからここが急に、ここで等高線が引かれてるんだな。で、崖崩れに遭遇する危険が高いのは、絞れんのかな？ちょっとわかんねえな。ただ川だよね、多分。ここが崖なのかどうかもわかんないけど。ちょっとわかんないんで飛ばして、地点 T から標高の低い方へ避難する経路である。川がこう流れてんだから、まあ多分こういう風に地形が低くなってんだよな。で、ここは等高線で言うと10メートルと5メートルの間のラインだけど、ここは5メートルより下のラインだから、おそらく木が L でしょう。で、地点 T と避難場所との飛行が最も大きく、まあそれはちょっとわからん、標高の高い避難場所へ向かう経路なので、避難開始直後は河川 S と平行に上流方向へ移動するっていうんだから、まあこれでしょう。ということで、木が L、区が J、木が L、木が L、区が J ってことは、カが K であってるのかな、5かな。自然現象は自然災害を引き起こす一方で、利用可能な資源を生み出すこともある。日本における自然現象がもたらす自然災害と資源について述べた文として適当でないものを1から4のうちから1つ選べ。火山は噴火によって被害をもたらしてきたが、火山によって作られた地形は観光資源となっている、まあなってるでしょう。河川は氾濫によって被害をもたらしてきたが、堆積した土砂は肥沃な土壌を生み出してきてます。山地で見られる積雪は雪崩などによって被害をもたらすが、雪解け水は農業用水に利用される。竜巻は建物の倒壊などの被害をもたらすが、その強風は風力発電に利用してないね。4ですな。はい、では問い、大問に、これ結構時間かかんな。もう15分か。何個かの動画に分けるかもしれませんね。はい、大問に行きます。問いに、世界の生活文化に関する次の問いに答えよ。水は人々の生活に欠かせないが、使用量や使用目的に地域差が見られる。次の図1は世界のいくつかの地域における年間水使用量を用途別に示したものであり、アートイは北アメリカと東アジアのいずれか、判例 AB は農業用と工業用のいずれかである。北アメリカと農業用の正しい組み合わせを、後の1から4のうちから1つ選べ。まずどっちがアメリカかだよな。あといいの。なんかアメリカっていうとね、何でも世界一のイメージあるけど、こと水に関してはね、そこめっちゃ砂漠じゃないですか。北の方はともかくとして、あの南の真ん中の方とか、僕のね動画でもカラッカラのデスバレーとか行きましたけど、で考えると明らかに東アジア、まあ東アジアってどこだよって話もあるんですけど、東アジアの方が
水資源は豊富なはずなんですよ。だからアメリカイズナンバーワンっつってあーって答えたいとこだけど、こと水に関しては実は東アジアの語あでアメリカがいいじゃないかっていうのは、そんな気がすんだよな。で考えた時に、まあ、言うて工業の規模はアメリカの方が大きい気がするから、なんかね、だって東アジアならね米とか作ってるから絶対農業に水使いまくってるはずだもんね。まあ、工場とかも最近増えてきてるからちょっと何とも言えねえんだけど、イデが正解なのではないかと Y は思います。ちょっと自信ないですけど、次、人々は自然環境に応じた生活を営んできた。次の写真1は世界のある地域で見られる生活の様子を撮影したものである。また後の図には、いくつかの地域における地点 D から G の最暖月と最寒月の、なんか変な単語使わないでほしいよね、月平均気温および、最多雨月と最小雨月の月降水量を示したものである。はい、写真1のような生活が見られる地域における、月平均気温と月降水量として最も適当なものを後の1から4のうちから1つ選び、写真の画質が悪い。まず見た感じ東南アジアかどっかですかね、これは。あったかいとこだよね、大雨林とかがある地域ということは、気温の寒暖差はないはずなので、これ多分芋だよな、キャッサバとかかな。ちょっと画質が悪すぎて全くわかんねえけど、まあ、とにかくここら辺は熱帯雨林っぽいから、寒暖差が少なくて雨の多い2が正解ではないかな。はい、次、自然環境や社会経済の状況に合わせて世界各地ではさまざまな形態の移動手段が見られる。次の写真にはいくつかの移動手段を撮影したものであり、後の1から4の文は写真に中のカーとキーに関する事柄について述べたものである。これらのうちカーとキーの両方に当てはまる最も適当なものと、キーのみに当てはまる最も適当なもの、変則的だな。カーがイギリスに見られる水路橋を渡る船舶、ここに船が通るのかな。はい、で木が、ボリビアに見られるロープウェイ、いずれも何が共通するんだこれ、大雨や強風時にも移動できるようにした手段である。まあ、これは明らかにおかしいよな。こんなロープウェイ強風時に使ったら怖くてしょうがないもんね。起伏のある地形を移動できるようにした手段であるは両方に当てはまりそうですよね。要はここを下がって上がると船大変だから橋通して直接水路で渡しちゃいましょうみたいな話だもんね、これ。これもね、低いところから高いところロープウェイだから、おそらく、両方当てはまる Q が2だろうと。3、鉄道よりも一度に大量の旅客を呼べるようにした手段である。まあ、これは間違いだよね。どっちも明らかに鉄道より運べてないもんね。道路の交通渋滞の緩和を目的とした手段である。まあ、かは違いそうだよね。いはなんか、きはちょっとそれありえそうな気がすんだよな。試験だし、車で山登るとめっちゃ渋滞するから、ロープウェイで行ってよみたいな話なんじゃないのかな。こっちはね、田舎だから渋滞とは多分無縁だよね。ということで、9が2で、10が4。次、
次、人々の国際的な往来が多い空港では多言語への対応が求められている。次の写真3はいくつかの国の首都の空港における国際線の出発案内を撮影したものであり、サーカラスはマレーシア、メキシコ、西アジアのカタールのいずれかのものである。なんでカタールだけ西アジアってつけたんだ。また図3中の J から L は2017年における東京とサーカラス間の週あたりの往復旅客便数を示したものである。サーカラスと J から L との正しい組み合わせを、後の1から6のうちから1つ選べ。これ僕間違えるわけにはいかないですね、旅カテミーとして。でも分かんねえな。巣がカタールであることはもう確定ですよ。 G ミリア、サトシ、ちょっと待って、俺その言語詳しくねえんだよ。分からん。ただおそらくですよ、日本語と中国語が書かれてるからアジア圏の人たちがよく使うとこだと思うから、サがマレーシアで、シがメキシコで、スがカタールだよ。まずここまではいい。で、便数、東京との便数ってことで言えば、まあ当然、マレーシアが一番多いはずだよね。日系企業なんかもよくいるし。まあね、僕ら旅カテミンからすると、カタールってヨーロッパに経由するときに安い便とかがあるんで、よく使うんで、僕らからするとね、カタールの方が身近だったりするんですけど、まあそれは置いといて、おそらくだから、サーが、マレーシアで、J であると。で、K がカタール。で、L がメキシコ。だから、サが J、シが L、スが K、J、L、K、2かな。いやー、これ間違えたらちょっと旅カテミン名乗れない気がするな。はい、次。鮭、マス類は貿易を通じて世界各地で食されている魚である。次の4中の X と Y は2018年における鮭、マス類の輸出量と輸入量のいずれかについて上位10カ国を示したものである。輸出か輸入かってことかな。鮭かマスかじゃないよね。輸出か輸入かですね。はい。で、また図4中の判例土地は鮮魚、冷蔵品と冷凍品のいずれかである。輸入の図と鮮魚冷蔵品の判例との正しい組み合わせを図の1から4のうちから1つ選べ。輸出か輸入かか。カナダが輸入してるはずがないからこっちが輸出っぽいよね。あ、日本がだって輸入してって輸出してないもんね。おそらく輸入が下であるとしたときに、鮮魚冷蔵がどっちか。たかち。日本はちが多くて、アメリカはたが多い。単純に考えると日本が多分この辺とかチリとかから船便で持ってきてるから冷凍してあんじゃねえかな。アメリカとかは多分近いとこからポンって持ってこれるから全然、てか自分とこでも取れるもんな。全然鮮魚が多いってことは、Y のた。Y のたが正解なのではないか。はい。次、経済情報や、情勢か。経済情勢や自然環境などを背景に、
世界の人々の生活を支える製造業には国や地域による特色が見られる。次の表1はいくつかの国 P から R における製造業の出荷額と出荷額に占めるいくつかの業種の割合を示したものである。はい。また後の文マーからムーは P から R のいずれかにおける製造業の特徴を述べたものである。 P から R とマーからムーの組み合わせとして適切なものを選べ。とりあえず読んでみるか。国が主導する産業振興策を背景に国内で豊富に取れる天然資源を加工して輸出する、製造業が中心である。まあ天然資源つってんだから石油なのかなこれが。まあが9っていうか9がまあ製造にかかる人件費の高さなどに対応するため付加価値が高く生産に高度な技術や知識を必要とする製造業へと移行している。ってことはまあこれのことかな。低賃金で雇用できる国内の豊富な労働力を生かした外国向けの安価な製品の生産が製造業の中心であるということで、P がみ、Q がま、R がむ。3番。はい。次いきます。北アメリカに関する次の問い、1から6に答えよ。アメリカには、自然環境の特徴を反映した多くの国立公園がある。次の図1は北アメリカの地形を示したものであり、 A から C は北アメリカにあるいくつかの国立公園の位置を示している。また後の写真1中の A から U は A から C のいずれかの景観を撮影したものである。 A から C と A から U の組み合わせで正しいものを選べ。まず写真と ABC をあれするなら A がア、B がイ、C がウ、そのまんますな。あ、そのまんまか。1番か。 A がア、A、B がイ、C がウ。 1,2,3,4,5,6,1 だな。いや待てよ、違うな、これあれだな、 A がウだな。多分この辺湿地帯だよね。このめちゃ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 っつって池じゃねえや、湖があるから。だとしたらウとアを入れ替える感じか。これ C がどこ指してんのかわかんねえんだよな。これこうだって谷とかじゃなさそうだもんな。絶対湿地だよな。C がわからんすぎるけど、入れ替えてみるか。はい。次。北アメリカでは自然環境の特徴を生かして様々な農作物が生産されている。次の図2中の1から4はトウモロコシ、ブドウ、メープルシロップ、綿花のいずれかについてアメリカ合衆国における生産量の上位10州とそれらがアメリカ合衆国に占める割合を示したものである。ブドウに該当するものを図2の1から4のうちから選ぶ。アメリカでブドウ聞いてくるって珍しいですね。大概トウモロコシか綿花かってなるやつだよね。でも1がブドウっぽいよね。ちょっとブドウがアメリカで生産されてるってイメージがないからちょっとなんともなんだけど、なんでブドウっぽいかっていうとワインを生産しているじゃない、カリフォルニアワインとか
だから多分ね、この辺にブドウがあってもおかしくはないと思うんですよ。ちょっと自信ないから消去法でいきましょうか。メープルシロップっていうぐらいだからカナダなんじゃないかなっていうところで、メープルシロップじゃない？僕トウモロコシと綿花はね自信ありますよ。ここがね綿花でね、ここがコーンですよ。もうこれはね体が覚えてる。中学社会とかでやったんじゃない？あとね、ドクターストーン読んでた人だったらね多分わかるんじゃないか。コーンベルト、多分ここら辺のことなんですよ。ここら辺コットンベルトですよ。で多分これがカナダに近いからメープルシロップだとすると、消去法でもブドウはここだから、まあ1がブドウでしょう。次、北アメリカでは地域によって人口の構成が異なる。次の図から3はアメリカ合衆国を4地域に区分して示したものである。また後の図4はアメリカ合衆国におけるアジア系アフリカ系先住民人口について地域別割合を示したものであり、川から空は西部南部北東部のいずれかである。地域区分と川から空の組み合わせを正しいものを選べか。アジア系アフリカ系先住民、まあアジア系が多いのは間違いなく西部だろう。これどういうこっちゃ。ああ、だから川が西部でアフリカ系が多いのが南部だよね。だから木が南部で、先住民も西部に多いんですよね。僕らがあの動画で行ったあたりも確かナバホとか、ああいう先住民の碑があったりとか、まあもともとね先住民の地の方がタコス屋さんやっててね、そこで食べたりもしたんで、おそらく加賀西部なのは間違いなくて、まあ南部にも多少いますと。北東部が区っていうのは、区はなんだ。まあそうだよね、北東部ってニューヨークとかあるから、まあアジア系とかも多少また増えるよね多分。で中西部がここであると。だからカーキーク1であってそうだね。はいはい、次行きます。北アメリカの都市には世界各地から多くの人々が移り住み、独自の都市景観が形成されている。次の写真にはカナダのある都市におけるいくつかの地区を撮影したものである。カナダ行ったことねえけどな。写真2中の佐から瀬の地区で見られる人々の生活の様子を述べた文として、適当でないものを1から4のうち選べ。ここら辺はアジアン系っぽいね。佐の地域では箸やスプーンを用いて食事をする習慣が見られる。まあ韓国系だからそうだね。銀のスプーンと銀の箸使って飯食ってる感じがめっちゃします。市の地区では牛を神聖視して食用としない慣習が見られる。市はでもこれイスラムじゃないよね。キリスト教系の寺院だよね。だから市は違いそうな気がする。巣の地区ではハラール食材を扱う店がいくつか見られる。まあイスラムっぽいもんね。はあってそうだね。瀬の地区では旧暦の新年を祝う行事が行われている。まあ中華系だからやってそうだよね。ってことで2じゃないかな。アメリカ合衆国では産業の発展によって都市住民の生活水準が向上してきたが、課題も見られる。次の表1はアメリカ合衆国のいくつかの都市における職業別就業者割合を示したものであり、あと地はデトロイトとシリコンバレーに位置するサンノゼのいずれかである。サンノゼをもうシリコンバレーって言ってくれるのすごい親切ですね。
表1に関する事柄について述べた文章中の空欄 E に当てはまる記号と空欄当てはまる F に当てはまる語句との組み合わせとして最も適当なものを1から4のうちから選べ、アメリカ合衆国では特定の産業が発展した都市が見られるが、各地で見られるが、それぞれの都市で異なる課題も生じている。例えば E の、地域は現代アメリカ合衆国の中でも経済発展が著しい都市であれが、ホゲホゲの高騰による家計の負担増や長距離移動通勤、長距離通勤が問題となっている。これシリコンバレーのことをおそらく言ってると思うので、住居費の高騰による家計の負担増で、じゃあどっちがシリコンバレーかっつうと、まあここだよね。情報処理通信技術者が圧倒的に多い地がシリコンバレーだから、地かな。地は現代アメリカ合衆国の経済が発展が著しいが、住居費の高騰による、長距離負担が困る。待ってますよということで4番です。はい、次。カナダでは21世紀以降に閣僚構成が大きく変化してきた。次の5は先住民マイノリティヨーロッパ系の閣僚を性別、選出、州別に示したものであり、 M と N は2006年と2015年のいずれかである。図語に関する事柄に述べた、クーランマーに該当する図とクラミーに当てはまる国との組み合わせとして最も適切なものって、全然カナダ詳しくないけど大丈夫かな。まあでも多分これあれだよね、陽性の社会になったよってことだよね。ちょっと待って、どうやって見ればいいんだ。丸がヨーロッパ系で三角とか四角が先住民やマイノリティ系です。で、色がついてるのが女性ですと。2015年に就任した首相は性の平等性に配慮し、難民として移住してきた者や元パラリンピック代表選手など、様々な背景のある議員を閣僚に任命した。2015を示している図は、明らかに多様性を持っているのは N の方だろうね。マーニーは N が入る。この選出からはこれまでカナダが掲げてきた多文化主義、民族主義。民族主義を掲げてたらむしろ M の方に行きそうで説明と食い違うから N で多文化主義3かな。はい。次。生徒たちは授業で環境問題の解決はなぜ難しいのかについて班に分かれて研究した。この研究に関する次の問いに答えよう。先生は環境問題に対する国や地域の立場の違いを把握するため地球温暖化に関する国際会議におけるいくつかのグループ A から D を次の図の1に示した。図1を見ながら話し合った先生と生徒たちとの会話文中の下線部1から4のうちから誤りが含むものを一つ選べ。気候変動枠組み条約国会議では初の単語すぎて全く読めなかった。立場にどのような違いがありますか。グループ A、 ちょっと待って、画質が悪くてグループ A がどこを示してるか全くわからないんだけど、温暖化における海面上昇の影響を受けやすく温室効果ガスの高い排出削減目標を主張している国が多い。ああ、この辺のことかな。まあそりゃそうだよな、彼らは国沈んじゃうもんな、この辺とか。国っていうか島がね、沈みそうだったりしますからね。はい。で、グループ B。グループ B はどこだ？この辺かな。温暖化対策の進展による、
埋蔵資源の経済的価値の上昇を期待して早急な温暖化対策を求めている国が多い。この辺要は産油国ってことだよな。産油国が温暖化対策なんかされたら資源が価値向上するどころか価値が下がっちゃうからそんなことは言わないんじゃないかにな気がする。はい、次。近年急速、グループ C、はい、中国とかですね。近年急速な経済成長を経験し、先進国に対して温暖化対策の推進と合わせて支援を要求している国が多い。はい、まあ、それはそうだね。もう中国とかお前は先進国だろうって気がするけど、置いといて。これ合ってそうだね。はい、次、グループ D には環境政策における環境政策に積極的に取り組み、温室効果ガスの排出削減目標の厳格化を掲げている。 D はヨーロッパ。はい、この辺ね。言葉は悪いですけど、まあ環境ヤクザの国はこの辺ですからね。これも合ってるからやっぱり2でしょう。こんなこと言ってて炎上しねえかな、大丈夫かな。はい、次21。しずやさんの班では、しずやさんって誰や。環境問題の背景に先進国と発展途上国との経済格差があるのではないかと考え、プラスチックごみの国際的な取引について述べた。資料1はいずれかの国についてそれぞれの国のプラスチックごみの輸出量の変化とその背景をしずやさんたちがまとめたものである。資料1中のアーカルはアメリカ合衆国、中国、マレーシアのいずれかが入るのかな。日本がここ。F 年と G 年は2010年と2019年いずれかである。マレーシアと2010年の正しい組み合わせを1から6のうちから1つ選べ。どういうことだ。ちょっと待って。プラスチックごみの一部は再利用するために輸出されてきたが、中国が2017年に輸入を厳しく制限した。その受け皿になった東南アジア諸国でも規制が進みつつある。から、輸出量が多いのが昔ってことかな。そんな感じがするね、この文章からいくと。って考えると多分伊が中国だな。うん、日本は中国にめっちゃゴミを輸出していたんだが、中国が輸入を制限したので東南アジア諸国に受け皿にしているが、かつてほど輸出ができていないということで、ウがマレーシア、アがアメリカだよね。これはどう考えても、もうだって数が、でもアメリカさん942も中国に押し付けてたのをマレーシア61で我慢してるの偉いね。ってことでマレーシアがウで2010年が F。 こうではないかな。はい、次。千春さんの班では環境汚染問題について問題の発生した地域と影響を受ける地域が一致しないこともある点に注目し、過去の事例を調べた。次の資料には国際河川であるライン川で発生した有害物質の流出事故について、河川のいくつかの地点 A から D における、観測された有害物質の濃度の推移、日数と濃度、はい、示した、こっちが上流ってことかな。で、資料に関する事柄について述べた文章中の下線部 J から L の正誤の組み合わせとして最も適当なもの、またまた微妙に問題のなんか
フォーマット変えるのやめてくれよ。スイスにある薬品倉庫で火災が発生し、水銀などの有害物質が大量にライン川に流出した。有害物質は、地点 D では流出した日から8日目、地点 D は8日目に、最大濃度になった。ただし、有害物質の拡散は河川の流れと関係し、有害物質の移動の速度は地点 A から B よりも地点 C から D の方が4倍以上早く進んでないよね。ほぼ等速って感じだよね。うん、まあそもそも河口に向けて流速が速くなるなんてことはないのでこれ間違ってそうですね。で、観測された濃度の最大値は流出地点から離れるほど小さくなっている。だから正誤正3かな。はい、次、源太さんの班では環境問題に関する解決策の導入が他方では新たな地球的課題を生み出している側面に着目し、いくつかの国におけるバイオ燃料をめぐる問題について考えた。次の P から R の文は、アメリカ合衆国、インドネシア、ブラジルのいずれかにおけるバイオ燃料の導入拡大に伴って懸念される問題について述べたものである。国名と P から R との組み合わせとして最も適当なものを選べ。アメリカ、インドネシア、ブラジル。バイオ燃料が推進されたことで国内需要が増え、その主原料となるサトウキビ、が拡大し、熱帯雨林の破壊が進む。まあサトウキビっつったらブラジルだよな。ちょっと置いとこう。国内でバイオ燃料導入策の廃止や輸入用バイオ燃料の需要増加により、その主原料となる油ヤシが、低地や湿地などの、森林にも影響する。まあヤシっていうぐらいだからインドネシアだよな、きっと。で、世界最大のトウモロコシ生産国はもうアメリカでしかないから、P がブラジル、だから、アメリカが R で、インドネシアが Q で、ブラジルが P だから6かな。はい。はい、ノエルさんの班では、環境問題の原因が日常生活と結びついている点に着目し、自家用車利用による環境負荷について話し合った。次の図には日本三大都市圏内のいくつかの都市について自家用車利用の割合と人口密度を示したものであり、判例 X と Y、はい、は、中心都市と周辺都市のいずれかである。また図さんはノエルさんってそういえば何のツッコミもしなかったけど、なんか現代感あるな。ノエルさんの家族は通勤ルートを、模式的に示したものである。会話文中の空欄カーに当てはまる記号とキーに当てはまるカ、数値との組み合わせとして最も適当なものを、1から4のうちから1つ選べ。周辺としては郊外化によって自家用車に依存した生活様式が定着してきたので、図2で周辺都市を示しているのは、まあ、Y だよな、どう考えても。自家用車の利用割合が高い。で、人口密度が低い。周辺都市 Y だよね。はい。で、1人を1キロ輸送するのに、排出される二酸化炭素はガソリンを燃料とした場合は 150g。鉄道では 20g とすると、片道の距離だけで考えた場合、ズーさんの GT
家用車だけを利用する通勤ルートは駅まで自家用車で行って鉄道を使うルートよりも何倍の環境負荷になる。なんでこんな算数みたいなことさせられなくちゃいかんのだ。40キロを150グラムで、1キロあたり150だから、6000グラムですと。こっちは。で、電車で行った場合、4キロなんで600グラム排出し、さらに 20×30 で600グラムだから1200グラム排出しますと。つまり5倍。Y で5倍。3かな?ちょっと、これは社会じゃなくて算数だよね。はい。次。生徒たちは班ごとの研究テーマと、その、課題に対する取り組みの例を次の資料3にまとめた。取り組みの例としては、誤りを含むものを資料3中の1から4のうちから1つ選べ。先進国から発展途上へプラスチックごみの移動に関する取り組みの例として、廃棄物の流通を管理する国際的なルールを策定する。まあ、問題中にそう書いてあったな。はい。有害物質の流出事故による国際河川の汚染拡大、課題に対する取り組みの例、きれいな飲用水を供給できるよう浄水設備を、施設を整備する。うん。そんなこと書いてあったっけ。あ、別にここ関係ねえのか。なんか全然ありそうな気がするけど。バイオ燃料の導入拡大に伴う、食料や生態系の影響、廃棄物や廃材を利用したバイオ燃料の開発を進める。なんか最近廃油かなんかを燃料にするっていう、あの食用のね、廃油かなんかを燃料にするっていう、あの需要が高くて、なんかすごい廃棄の植物油とかがめっちゃ高騰してるっていうニュースを見たので、これもなんかあってそうな気がする、ね、日常生活における過度な自家用車利用による環境負荷、利便性の高い公共交通ネットワークを整備する。まあ電車に乗れっちゅう話だから、バスに乗れっちゅう話だから、まあこれも合ってる。なんか全部ありえそうな気がするけど、国語のテスト的な解法で言うと書いてないことは間違いだから2なんだけど、2かな。まあそうだよね、有害物質が流出したことの根本対策じゃねえもんな。はい。そもそもさせんなよっていうのがね、対策だもんね。はい、じゃあ最後の題目いきます。東京の高校に通うゆきさんは、友人のつくしさんと利根川下流域の地域調査を行った。この地域調査に関する次の問い1から6に答えよう。こういうのさ、僕とかはさ、関東の出身で埼玉の北部なんで利根川とかめっちゃ身近なんですけど、なんか関東外の人からすると利根川ってどこって。まあいいや、なんか地域差で有利不利が出るのはかわいそうだなって思っただけです。現地調査の前にゆきさんたちは利根川の特徴を調べた。次の図1は関東地方の主な河川の分布といくつかの地点 ABC を示したものである。後の文章は利根川の特徴についてゆきさんたちがまとめたものである。文章中の蔵に当てはまる語句と蔵に当てはまる数値との組み合わせとして最も適当なものを、後の1から6のうち1つ選べ。利根川の流域面積は日本最大である。かつて東京湾に流れていた利根川はの本流は江戸時代に現在の流路に変更された。で、現在の利根川の流域には図1中の地点あが含まれている。ああって何?ああ、なるほどね。どことどこが含まれているか。図選択しなきゃいけないかな。A は、これは利根川流域じゃないよね。これ荒川系かね。利根川に注いでないもんね。それ B と C なんじゃない。B は利根川に注いでるし、
C も利根川に注いでるから B と C であると。B と C、はい。で、利根川下流域はかつて巨大な石湖になっていたが、土砂の堆積や干拓によって現在では大部分が陸地になった。随一中の砦から佐原までの区間における河川の勾配は1万分の1程度であり、砦と佐原の河川付近の標高差は、まあ、ないって言いたいんだよな。ここら辺だってもう関東平野だもんな、完全に。ってことは、まあ、数字が少ない方を選択しておけばいいんじゃないか。5、つくしさんは利根川下流域の土地利用を調べた。図には陰影をつけて地形の起伏を表現した図であり、後の図1から4は、図2中の E から EFGH のいずれかの範囲における土地利用の割合を示したものである。 F に該当するものを図3中の1から4 F、 はい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 、山でもなく、平地で、ただの平地でもなく駅があるというのがポイントかな。市役所もあるから、中心地なんだな。で、用地は田んぼ、畑、森林で建物用地その他だから、普通に考えると建物用地が一番多い2じゃないかな。駅があるんだからね。え、はい。ゆきさんたちは利根川下流域での都市の発展や交通手段の変遷について調べた。次の図4は佐原周辺にある地域における1931年と2019年に発行された、2万5000分の1の地形図、原寸一部改変である。また、後の図5は、砦から河口までの利根川本流における渡船と橋のいずれかの分布を示したものであり、渡船、サーカラスは1932年の橋、1981年の渡船、1981年の橋のいずれかであると。はい。後の会話文中の空欄 J には図4中の A と B のいずれか、空欄 K には A と B のいずれか、はい。空欄 K には図5中のサーから数のいずれかが当てはまる。J と K に当てはまる記号の組み合わせ。独占台の組み合わせ。空欄 J と K に当てはまる記号の組み合わせとして最も適当なものを1から6から選べと。読んでみますかね。1931年と2019年の地形図を比較して、佐原周辺の都市の発達を調べたよ。佐原周辺は江戸時代の水運によって発展したんだ。図4中の A と B はどちらも2019年には市街地になっているけど、より古くから市街地として発達していったのは、B だね。ということで選択肢が4、5、6に絞られます。1930年以降この地域では他にどのような変化があったかな。32年と81年における都線と橋の分布を図5にまとめたよ。1932年には、都線が、都線っていうか渡し船かな、まあ、どっちでもいいや、渡し船が、多くの地点で利用されている。で、1932年に橋がかかっていた地点は川幅が比較的狭い場所に限られていたそうだよということだから、まあ上の方だけなんだろうな、川幅が狭いと。で、
交通の増加に対して道路網が整備されたことを考えると1981年の橋の分布は K の図であることがわかるね。まあ、おそらく巣が1932年の橋のことを言っているのだから、この橋が時が流れてなくなってしまうとは考えにくいから死だよね。まあどう考えても。っていうことで B の死であると。これで5番。ああ、ギャ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 。はい。次、ユキさんたちは博物館を訪問し、この地域の水害とその対策について学んだ。次の資料1は、佐原周辺で発生した水害の年表とその対策施設についてまとめたものである。また、後の図6は、現在の佐原周辺にある地域における水域の分布を示したものであり、他と地は、利根川の支流上の地点である。後の会話文中の空欄 P には、地点他と地、他と地、いずれか白蘭Q には F と G のいずれかが当てはまる。空欄 P に当てはまる地点と Q に当てはまる地点の組み合わせね。はい。水害の年表であちこちで堤防が決壊してますよと。かつてこの地域では利根川の支流への逆流などにより水害が発生していました。このような被害を防ぐために2021年に図6中の P の位置かに、資料1の写真のような水門が設置されました。だからこんなとこに水門作ったって逆流しちゃうから意味がない。地でしかない、地ですな。さらに1940年以降に排水ポンプの設置が進んだことにより現在では浸水被害も少なくなりました。この地域は安心して住めるようになったんですね。ただし数年前の台風が接近した際に避難指示が出されました。利根川のような大きな河川の下流域では今後も洪水に備えるための取り組みを進めていくことが必要です。大きな河川の下流域では決壊を防ぐため堤防を補強する。土砂の流出や流木を防ぐためダムを建設する。だね。下流域でダムなんか作ったら大変ですよ。その上流の町全部埋まっちゃう。F ですね。ということで、地の F で3番。利根川下流域でうなぎ漁が盛んであったことを知ったつくしさんはうなぎの現状について調べ、次の資料2にまとめた。資料2中のマートミは国内の養殖生産量と国外からの輸入量のいずれかである。また、後の写真1の中の S と T は利根川下流域の河川周辺において撮影したものであり、資料2中の空欄 X には S と T いずれかが当てはまる。資料中マトミ、マトミ国内の養殖生産と、国外からの輸入と。はい。で S と T が利根川下流域の河川周辺において撮影したものであると。で資料2中の空欄 X には資料2中あやS と T のいずれか、S と T のいずれかが当てはまる。はい。空欄当てはまる、空欄 X に当てはまる写真の組み合わせとして最も適切なもの。日本ウナギの生態と水産資源としてのウナギの現状。日本ウナギは河川などで成長した後、海へ降り、産卵すると言われている。1970年以降、日本国内のウナギの漁獲量は、減少し、現在日本国内で消費されるウナギのほとんどは、日本国内での養殖生産と
輸入によって賄われている。はい。近年利根川下流域では写真1のに見られるような取り組みが行われており、ニホウナギや川魚などの水産資源の回復に寄与することが期待されている。まず、写真は、まあ、石材を用いて整備された護岸が水産資源の回復に寄与するわけないよな。堰のそばに設置された流路、これが、堰を遡れない魚たちが通る流路ってことだよね、おそらく。なので、X には T が入る。して国内の養殖生産量がなんでこんな減ってんだ。ああ、そうか、それを超えて減っているって話か。国内漁獲量が減っていて、おそらくこれが養殖じゃないかな。そもそも稚魚が減ってるからね。身が輸入なんだけど、近年おそらく輸入すら難しくなってきているということじゃないかな。こんなにだって養殖してないよね。いや、ありえるか。これ決め手がねえな。でもな、輸入の方が安定してそうな気はするな。だとしたらまで T か。なんかそんな気がする。はい。ゆきさんたちはさらに考察を深めるために先生のアドバイスを参考にして新たに課題を研究することにした。図の次の表1は新たな研究課題に関する調査方法をゆきさんたちがまとめたものである。研究課題の調査方法としては適当でないものを表1中の1から4のうちから1つ選べ。地域の都市化により農地の分布はどのように変化したか。撮影年代の異なる空中写真を入手し、年代別の土地利用図を作成する。まああってそうな気がするね。橋の開通により住民の生活行動はどのように変化したか。聞き取り調査により周辺住民に生活行動の変化を尋ねる。間違ってない気がする。防災設備、防災施設の整備により住民の防災意識はどのように変化したか。 GIS を用いて防災施設から一定距離内に住む人口の変化を調べる。いや、これは別に防災意識関係ねえんじゃねえか。 GIS ってなんだか知らんけど。環境の変化により利根川流域の漁獲量はどのように変化したか。図書館やインターネットで資料を入手し、漁獲量の推移を調べる。ネットの情報なんかを鵜呑みにしたらいかんで。3番です。解けた。はい、じゃあ採点をしていきましょうかね。間違ってたら色をつけるか。答えをじゃあ表示しまして、採点していきます。1、4、2、3、4、3、5、4。おお、優秀じゃないですか。3、2、2、4、2、3、3、めっちゃ優秀じゃん。6、1、1、2、4、3。お、これ100点いけんじゃね。2、5、3、6、3、2。おお、5、2、5、3、2、3。あ、100点じゃん。イエーイ、100点。いや、さすがにね、チリ A はいけますね。解けたから安心してどやりますけど、100点取れましたよ。まあね、解いてみた感じ、知識問題っていうか、
ここに書いてあることを日本語として理解できれば、まあ解けるんじゃないですかね。さすがに地理 A だ、地理 A はそんなもんだよね。多分これ地理 B だったらズタズタになんか跳ね返されそうな気がするんですよね。知識問題多くなるから。地理 A はね、多分中学生ぐらいまでの一般常識があれば多分解けんじゃないかなって気がしますね。ああ、よかったよかった。ナビカテミンとしての面目躍如ですよ。ありがとうございました。100点取れました。みんなもよかったらやってみたらいいんじゃないですかねって。もう見ちゃったら答え覚えちゃうから無理か。ちなみにね、これはね、自慢ってほどすごくもないんですけど、この間共通テストのね現代文もやったんですよ。僕まあ全然古文漢文とかズタズタなんで、現代文だけはね解いたんですけど、現代文はね87点でした。100点満点中で、いわゆる前半50点の、論説文、あっちは満点だったんですよ。で後半50点の小説が2問落として、あれ国語って配点がね高いんで2問落として、マイナス13点で87点っていう感じでしたね。現代文が9割近く取れてて、地理 A で100点取れてたらどっか入れないですかね、大学。いやー、よかったよかった。ということでね、皆さん、旅行は全然ためにならないということはないですね。興味を持つんで、その現地に行くと。皆さんもね、旅行してみるといいんじゃないですかね。高校生諸君もね、自分の金で旅行するのは大変だと思いますけど、親にねいっぱい旅行に連れてってもらってください。どれだけ教科書にかじりついて勉強しても、一回現地を見に行くだけでね全然違うと思うんで、この辺のね西日本とかめっちゃ雪すげえんだよとか、もう西日本に行って雪に埋まってくればね一瞬で覚えますからね。なんかこの辺のね襟裳岬とかめっちゃ風すげえんだよとかも、襟裳岬行ってみてください。マジ立ってるだけですっ飛ばされるぐらいの風吹いてるんで一発で覚えるんで、そういうのがねやがて血となり肉となり知識となるということで、100点を取るとね饒舌になりますが、皆さんこれが旅カテミンの力でございます。はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりにしようかなと思います。長い長い時間見ていただきありがとうございました。またね、何かの機会があれば、似たような動画を撮ってみようかなと思います。はい、それではバイバーイ。